北海道南フラノ高等学校は北海道空地郡南フラノ町に所在する町立高等学校である。道内唯一のカヌー部があり、毎年インターハイ国民体育大会に出場している。また、カーリング部も高校で道内唯一の部活である。また、全国高等学校カーリング選手権に3年連続出場し2008年3月には 全国準優勝を果たし、カナダの国際大会に出場している国際交流派遣事業として、毎年オーストラリアなどへ5名の生徒を派遣している。また、資格取得者へ向けての個人的な指導を行い、1回目の受験者には全額助成し、2回目からは合格すれば全額助成する。ただし、級などの違う資格や別の資格は1回目とするが、級が違う場合は、 下級の級を取得後のみ1回目とする。2学年からは選択科目が選択できる。内容は1型文系と1型理系、2型と選択でき、1型は進学優先の選択科目で、2型は就職優先となっている。学校のイメージキャラクターを2015年に募集し、同年に決定イメージキャラクターの缶バッジを同調道の駅にて販売している。 公共交通機関通学者には、町と学校が通学費を全額助成している。ありがとうございます。